こんにちは。こんにちは。ゆたかさん。はい。まあ、スポーツがなかなか今開幕、いろんな、まあ、プロ野球も含めいろんなスポーツが今中止になってる中で、はい、選抜、春の選抜ももちろん中止になったじゃないですか。かわいそうだったな。いや、本当に選手たちがやっぱ涙しながらも分かりましたって言ってる姿を見るのはすごく、やっぱりなんかすごく辛かったです。泣くよ、あれ。あの夏の高校野球、夏の甲子園は、まあ、やるだろうなって誰しもがちょっと思ってたと思うんですよ、その時は。うん、でも今この状況になって、今度夏の高校野球、これ開催どうなるんだろうっていう疑問をこう持ち始めてる方が今たくさんいるんですけれども、まあ世の中で3密が良くないっていうね。で、3密になっちゃうじゃない、結局。まあ、例えばさ、甲子園を使います、無観客でやります、だけどホテルをどっか抑えなきゃいけないでしょ。そのホテルもさ、コロナの患者に使いたいぐらいの今もう勢いじゃない、今のところはね。で、それを考えたら全くやっぱこう大会っていうのは想像つかないんだよね。それはホテルを抑えるだけでも大変な作業だしさ、3密ダメだって言ってて、学校は登校するな、で部活もやってない、そんな中でさ、やっぱ想像つかないもん、できるなんていうのは。これはかわいそうだけどさ、だけど思うのは、今の高校3年生が卒業までにどっかでやってほしいよね。あ、だからその夏ではなくて、時期をちょっと収束とか、その先が見えてきた時の時期に何かずらしてっていうことですね。そうだね。だからまあ、例えば豊さんが考える案ってどういう感じですか、その時期的に。例えば、いや、それは時期的にはさ、もうコロナが収束するかしないとやっぱできないよね、これは。できないし、やっちゃいけないと思うし。ただまあ、できる状況になったとしたらさ、もう会場も何会場も使っていいから、まあ例えば選抜に決まってた高校はもう無条件で出場でできると、はい、で県では予選をやって、県被るかもわかんないよ、何校も。例えば選抜っていうのは成績優秀なチームから出していくから、はい、まあ例えば東京と、東京はないか、神奈川が2校だとかさ、3校になる可能性だってあるわけよ、はい、まあ例えばの話ね。でもそれでももうしょうがないじゃない、だから選抜に決まってる高校はもう無条件で出してあげる、はい、で、まあ予選ができればさ、予選を勝ち上がったチームが集まって同じ大会にしちゃうというか、あの春と夏を合体させたってことですね。そうだね。だからこれ難しいのがやっぱこうスポンサーというかさ、冠が違うんだよね。春と夏で違うってことなんですか。毎日と朝日なんだよね。だからまあそこら辺が話し合って、やっぱ高校生に夢を与えてほしいなっていうふうには思うけどね、うん、もう一緒に協力をして、まあ、やるというかさ、はい、だってさ、高校3年間やってきてよ、この騒ぎでできないって、これはもう仕方ないと思うよ。これ命に関わるから、はいはい、だけどもうこの一瞬、青春のこの一瞬っていうのはさ、帰ってこないからね、人生の中でも。そうですよね。例えば社会人野球、まあ、はい、それは1年って大きいよ、大きいけど、うん、また来年まで、来年もあるとか再来年もあるとかまだいいけど、高校野球っていうのは、まあ、一瞬だからさ。そうなんですよね。それとそこに小さい頃からかけてきた夢が詰まってるでしょ。それはね、なんとかやっぱりやってほしいなと思うし、だけどそのコロナが収束しない限りできないよね。そうなんですよね。無観客でやろうが、まあそういう案もあるかもわからないけど、やっぱホテルに缶詰になるっていうのが危険な状態になるよね。で、ある一校の誰々が感染したっていうことになると、もうその大会が中止になっちゃうからね。まあその時点で中止ってもちろんね、そうなりますしね、だからこれは難しい判断だけど、結構俺は厳しいというふうには踏んでるけどね。例えばこの高校3年生で、例えばプロを行きたいなって思ってる子たちもいるし、例えば大学からスカウト、
とか、その大学でやりたいなって思ってる子たちももちろんいると思うんですけど、そういう子たちにとってのまあアピールの最後のアピールの場所だったりもするわけで、まあそうだよね。でもやっぱりコロナっていうのがあるとやっぱり命も大事なのでっていう、その狭間でっていうのがすごく悩ましいというか。まあでも言えばさ、命の方が絶対大事じゃない。もちろん何を置いてもね。だからもうこれはもう諦めるしかないっていうふうには感じるけど、なんとか収まってくれないかなっていう期待はしてるよ。そうですよね。でもこれはね、本当に仮にその夏しすぎたぐらいで、例えば薬ができたとか、もし何かで収束してちょっとできるってなった時は、さっき宇多川さんがおっしゃったように、まず春と夏を合体させたいと。まあできればね、これは多分不可能だというふうには思うけど、だけど俺の希望はそう。例えばじゃあ、プロ野球なんかが開幕してたら、多分球場って例えばね使えなくなるじゃないですか、うん、そうすると例えばプロ野球のシーズンが終わった後とか。いやいや、そんなことないよ。やっぱ甲子園使ってあげたいじゃない、使わせてあげたいじゃない、うんうんうん、だけどさ、もう春先からさ、こうやって学校も閉鎖してるわけでしょ。そしたら夏休みなんか取れなくなっちゃうよね。そうだ、夏休みだってね、今年もしかして夏休み返上で通常授業を行うっていうのが出てきてるじゃないですか、うん、いやそれは受験に関わってくるもん、今度受験生は。だからこれをどう乗り切るかだよね。だから高校野球だけの問題じゃなくて、やっぱ受験生の高校生とすれば、やっぱ受験ということもあるしさ。豊さんが高校3年生の時っていうのはもうプロに行こうって思ってました。あ、大学でやろうって思ってたんですか。いや、プロのスカウトも来てくれたよ。あ、見に来てくれたってことですよね。でもで俺は高校から入りたかったんだけど、まあそのうちの親父が、いや大学行ってもいいんじゃないかっていう話で、慌てることないだろうって、人生って長いぞって、うんうん、でまあ同期の今ジャイアンツの原監督がさ、東海大に進むと、え、あいつも大学行くんだと思って、でいろいろ悩んだんだけど、まあ大学4年間も悪くないなっていうふうに決断して、うん、まあ、それで大学行くようになったのよ。そのスカウトの人たちが見てくださってたっていうのは、豊さん の、 その地方大会とかにも見に来てたってことですか。まあそうだよね。それとやっぱり噂があるんだよ、あそこにこういう選手がいるとかさ、いい選手がいるとかさ、はい、そういうスカウトは噂をかきつけて見に来てくれるんだよね、うん、そうか。それってで地方大会とかを見たりとか。ああ、もちろん見る見る。あの甲子園とか選抜もあると思うんですけど、っていうことは今ね、地方大会もできないってなると、うん、そのプロに行きたい選手たちもアピールする場がないってことですよね。いや全くないよね。ただスカウトはもうずっと動き回ってるから、はい、まあ、ある程度の選手はピックアップしてるよ。あ、そうなんですね。そう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 。だからこの春選抜がなかった、うん、これは痛いけど、はい、だ夏仮に、まあ、スカウトからの考えよ、もう大体目星はつけてるよ。あ、この選手がいいって、選手たちの。ああ、だからただ掘り出し物が出てこないということだよね。え、ここにこんな選手いたんだっていうのが出てこないって、見えないということだよね。ただ、うん、まあいろんな資料を持ってるだろうから、はい、まあ、そこから周りの噂とかいろいろも聞くからね。だからただ難しいと思うよ、そう考えたら。今年のドラフトはそうですね、そら難しいよ。確かにその判断材料がいつもより少ないっていう、限られたものだけになっちゃうんですね。だからドラフトするのかなと思ってさ、まあやらないとな。いや、もちろんやらないと。そうですよね、入ってこないこともなっちゃうし、いろいろ問題になっちゃう。でもプロ野球が例えばいつ開幕かわからない、下手すると今年ないんじゃないかって。いや、もうそういう雰囲気になって、ね、思うね、想像できるじゃない。もうそうなってくると、はい、やっぱ本当何がどうしていいかっていうのが、やっぱ判断っていうのは本当にこう難しいと思うよ。そうですね。だから今その16球団にするとかどうのこうのって言ってるかもわかんないけど、これ、はい、コロナが1年以上続いたとしたら、うん、経済破綻するからね、これ。
そうですよね。中学球団とかそういうことを言う。いや、もう、現球団が存続できていけんのかっていう話になってくるからさ。だから、ね、だから本当難しい時代になりましたね。確かに、まあね、ちょっとその夏の高校野球が、ね、どうなるかっていう話から今、ね、野球界全体の話にまでなりましたけれども、うん、ちょっとね、このあたりも夏の高校野球がどうなっていくのかっていうのも、まあそうだね、見守りながらっていう、まあ、本当は俺も高校野球やってきた人間とすればさ、もう本当胸が痛いよ。本当に何とかしてほしい。そう思います。でちょっと最後の方で今豊さんからちょっと今年の例えばドラフトとか、ちょっと判断材料、スカウトの人たちにとっても判断材料どうなるのかななんて話がちょっと出たの で、私もちょっとそこ気になってたので、なるほど、ちょっと次回今年のドラフトって一体どういう風になるんだろうっていう話ちょっと聞かせてもらってもいいですか？ OK、 はい、はい、まあ、希望は捨てないでね、はい、ここ球児の皆さんはちょっと頑張ってほしいなって思うよね。そうですね、はい、気持ちだけは続けておいてほしいですね。ね、はい、はい、